鈴木です。まあそのプライドから家を出て隣組に入らずに広島市民としての義務を果たさずに節子を養うって言って独立した結果それができずに、まあ、死んでいくわけなんですけども、うん、でも持ってた財産をね自分には使うわけでも節子には我慢させながら使ってた結果節子ちゃんは死んでしまったんですよ。で最後節子ちゃんにお粥を作ってあげるんだけども一口ぐらいしか食べれないままそのまま死んでしまうんですよね。で残ったお粥は聖太さんが残り食べてるところ、これねアニメには出てこなかったんですけどもエンディングかなんかで空っぽになった食器があるのを見ればそれがわかるんですよね。でスイカを最後ね一口あげるんですよね。で残りのスイカも全部これ聖太さん食べてるというね。つまりは食わなきゃ生きていけないし金がなきゃ生きていけないし金が足りなければお金を管理している人はまだ主導権を握れるけども管理できない聖子ちゃんは先に死んでしまうっていうことがあるんですよね。で結局聖太さんもその後死んでしまって、で結末としては聖太さんがねなんかこう亡霊になってずっと留まっていて、それがラストシーンで、神戸の街にこうかぶさって終わるみたいなストーリーだったと思うんですよね。ですから自爆霊になって自分の人生を振り返ってずっと後悔してるっていうのがあのストーリーの、まあ、なんか肝だったらしいですけどね。だからお涙頂戴感動ストーリーでもあるんですけども、どちらかというと聖太さんひどいよねっていうことと、そういうふうなことに身内ですらそうやってね自分が生きるためには踏み台にしてしまうその戦争の悲惨さってものが描かれているのかなということなんですよ。でね鹿児島住んでる吉谷さんだったらね知覧特攻隊の記念館平和記念館行かれたと思いますけども、あの近くに富屋食堂っていうのがあって、それが今記念館になってると思いますけども、富屋食堂行かれたことあります？あそこは国指定の特攻隊員の指定の軍指定の食堂になったらしいですね。それまでは普通の食堂だったらしいんですけども、それで富子さんっていうのが経営してたんですけども、自分の名前を富っていうふうに言い換えて富屋食堂ってしてたんですけどもね。で特攻隊に行くその兵隊たちにね、自分の子供たちのような兵隊たちに最後ぐらいは好きなものを食べさせてあげたいってことで、その食堂では好きなものを聞いちゃう振る舞ってたそうなんですよ。でも物資がない時代なんで富谷さんは自分のお金を使って闇市で高い食品を仕入れてきて特攻隊員の最後の食事を一生懸命作ったらしいんですよね。でそのうちに自分の家の中から着物がなくなってタンスがなくなって財産がなくなって、もう家財家財売っ払って、それでもね最後の食事一食のために富子さんは特攻隊のために作ってあげたそうなんですよね。それが今でもなんかどっかの記念館では特攻隊員最後の食事としてなんかメニューに残ってるらしいですよね。でここで何が言いたいかっていうと、じゃあ特攻隊員の皆さん最後にね食べ放題したかったのか、違うんですよね。本当に一杯の思い出深い食事を胸に、飛び立っていったというね、だからなんか感極まると胃袋を満たすってのは量ではなく質になってくるのかなということですよね。確かに食べ放題はね昔は迎え撃つように食べてたんですけども、今はどっちかっていうと食べ放題じゃなくって質のいいものを少しだけでもいいから食べたいなって感じですかね、で年を取るとなんか欲がなくなるって言いますけど、多分物欲はなくなってくるのかなと思いますけど、多分死後にどんなものを残そうかなってことになんか考えが変わるんじゃないですか。だからなんか名誉とかね、なんか自分の志とかああいうのをついてくれる人とかで、特攻隊員の皆様の気持ちになって考えてみたら、多分ね物欲はなかったと思うんですよ。で生きていきたいという気持ちはあったけども、もう死が決まっていたんでその願いも持てないと。となると最後に何を思ったかっていうと、おそらくですね死後に残るものっていうのはもう自分みたいな、自分たちみたいな悲惨な人間が出なくてもいいような平和な国が自分の死によって残せないかなとか、戦争のない未来が自分のこの特攻という死によって残せないかなっていうふうな思いを最後に残しながら、まあ飛び立っていったんじゃないかなと思います。で知覧の記念館にはおそらくねゼロ村が飛んで火に包まれた中で搭乗員がなんか天女にね連れられていくような絵があったと思うんですよ。吉田さん、あれ見られたらねちょっと感極まるものがあるんじゃないですか。まあいずれにしても平和は尊くて、ついね 2,3 週間前まで日本と同じようなウクライナが今では日々戦場で今日生き残るのかどうかわからないような暮らしになってるんですよね。